どうも、宅の庭竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は木曜日恒例のハイボール選手権でございます。今回はハイボール選手権12年ブレンディット対決をやってます。先週までの結果、こうなっております。はい、走ってるボトルと負け続けているボトルがあるのはちょっと知ってますけど、あとはね、あんまり覚えてないんですよね、何勝何敗か。まあ事前に情報を入れずに、今日の気分だけで決めようと思ってますけど、まあ、8本あるんで、各ボトル7個対戦があるんですね。で、今まで4試合終わって、あと残り3試合です。今日から後半戦ということですかね。いよいよ大詰めでございます。まだまだ、大詰めとまではいかないですけど、白熱してくると思います。はい。で、今日の対決こちらです。カナディアンクラブ12年、ホワイトホース12年、この2つで対決を行います。はい。では早速、ハイボール作ります。はい。では、いつもの作り方で、ハイボールを2杯作りました。 300ml グラスで、ウイスキーはワンショット、そして僕がこれを、1杯ずつ飲んで、今日はどっちが美味しかったとかこっちがいいとかを決めていきます。はい、では早速勝負です。色合いはやっぱりちょっと、カナディアンクラブの方が濃ゆい感じですね。はい、では CC からいただきます。はい、いつもの CC の味です。優しい、甘くて美味しいですよね。カナディアンクラブは一番安いのに比べて、この12年は少しその穀物感が強いというか、グレーン感が強いというか、ちょっとバーボンに似た雰囲気があるんですよね。ただ嫌味なところがないんで、すごく飲みやすい穀物系のハイボールですね。ではホワイトホースです。美味しい。こっちも安心な味ですね。ホワイトホースもやはりホワイトホースのファインゴールドですかね、一番安いの。あれに比べると12年はやはりワンランク上だなと。やっぱりホワイトホースのファインゴールドはどうしても安いウイスキーに分類される部分が、アルコールの感じであったりとか出てくるんですけど、この12年はやっぱり熟成感があるし、うまくまとまってますね。そしてホワイトホースはもともとのキーホルトはラガブーリーなんですけど、近年はもうラガブーリー感が薄れて、結構スペイサイド感が強くなってるんですけど、こうやって飲み比べると、やっぱりカナディアンクラブ飲んだ後にホワイトホース飲むと、ちょっとピートのスモーキーな感じをやっぱり分かりますね。その辺が飲み比べの面白いところですね。カナディアンクラブ、もうこの12年はいつもハイボールを飲むと思うんですけど、甘いですよね。キャラメルのような甘さ、これはですね、食事に合わせるというよりも、もうこれだけを単体を飲んでいたい、出来のいいカクテルみたいな感じですね。カナディアンクラブは、もともとカナディアンウイスキーっていうのは、ベースウイスキーとフレーバリーウイスキーをミックスして作るんですけど、カナディアンクラブの特徴は3つなんですね。コーン、だからトウモロコシを原料にしたベースウイスキー、ベースはコーンなんですよ、トウモロコシなんです。そしてライ麦と大麦を中心にしたフレーバリーウイスキー、そしてもう一つがその他の麦類を、中心にしたフレーバリングウイスキー、この3つをブレンドして作るのがカナディアンクラブです。そしてこのまろやかな脂質がどこから出るかというと、この3つをですね、樽に入れる前にブレンドするんですね。だからニューボーンの状態で、ニューメイクの状態でブレンドして、それを樽に詰めるということで、もうニューボーンの状態でその味が整えられている。それが樽熟される。でその12年以上がこれということで、まあ美味しいわけですよね。やっぱこだわって作ってんなーっていう気がします。でカナディアンクラブの作られてる蒸留所があるカナダのウィンザー地方ですかね。ウィンザーって町ですかね。あそこは結構水と気候がかなりいいみたいで、やはりいいウイスキーはいい水があるところにで作られるっていうのはもうバンコク共通ですね。でカナディアンクラブはもう本当にカナディアンウイスキーを代表するっていうか、もうカナディアンクラブと一人勝ちですよね。カナディアンウイスキーは今のところ。はい、ではホワイトホースです。もうね、カナディアンクラブをさっきみたいにもう 3,4 口飲んだ後にこっちを飲むと、おっと思いました。ラガブーリン感がね、あります。重厚なラガブーリンの面影が若干感じられました。まあ気のせいかもしれないですけど、でも僕はラガブーリン大好きなんで、やっぱりね、ラガブーリンの味は分かるんじゃないかなと自負はしておりますが、そこまでね敏鋭な味覚の持ち主ではないですけど、美味しいですね。ホワイトホースもやはりスコッチを代表するブレンディット、しかもその12年、やっぱり12年熟成は今日もそうなんですけど、甲をつけがたい、優劣つけるのが難しいです、毎回。で今回の対決ではラッキーなボトルとアンラッキーなボトルが1本ずつ出てますけども、その日の気分なんですよね。だから同じ対決を違う日にしたら違う結果が出るかもしれない、そういう僕の個人的な対決でございますけど、まあなんかね、飲みながらこうやっていろいろくっちゃべるので、まあ何かのご参考になればと思ってやっております。おお、これはちょっと強烈だな。個性が違いすぎるので今日もかなり悩みます。はい、1杯ずついただきました。ともにまあカナディアンを代表するカナディアンクラブ、スコッチを代表すると言ってもいいでしょう、ホワイトホース。その12年対決でございます。今日はちょっと酔っ払ってます。勝敗を決めないといけない。これはめちゃめちゃ悩みますまだ悩んでます。僕は最近スコッチ以外もね気になってて、やっぱりアイリッシュもね取り上げてますけど、カナディアンもね、カナディアンクラブ以外もちょっと何か見つけてというかあるんですけどね、やっていきたいなとは思ってるんですけど、どうしてもカナディアンクラブに勝てないですよね、カナディアンは。まあまあそれはちょっと余談として、はい、決めました。はい、今日の勝ちはやっぱりCC ナディアンクラブ勝ちです。もうね、カナディアンクラブの12年はカナディアンクラブの一番安い廉価版のあれに比べて明らかに一味上ですよね。で、ものすごくまろやかでバーボン的な甘みはあるのに嫌味がない、そしてこのキャラメルっぽい甘さというか、出来上がった一つのカクテルとして素晴らしいハイボールじゃないかなと今日も改めて思いました。片やホワイトホース十分美味しいです。ピートを求めてる今日の気分だったらこっちを選んでます。でも今日はね、ピート感よりもカナディアンクラブの甘み、スムーズさというところに僕はちょっと惹かれました。ということで今日は CC の勝ちでございます。はい、ということでこの結果を踏まえた勝敗表、こうなりました。どうでしょうね、なかなかいい勝負を突っ走ってる1本と負け続けてる1本以外はしてるんじゃないかなと思いますが、まあこの3回り目どういう結果になるか楽しみでございます。はい、毎週木曜日はこんな感じでハイボール選手権をやっております。宅飲みバー竹を毎日いろんなウイスキー、いろんなお酒で遊んでます。僕が飲みながらいろいろ喋ってます。お酒好きな方、ウイスキー好きな方、一緒にお酒ライフ、ウイスキーライフ楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、では今日の宅飲みバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。